えー、皆さんどうもはじめましてリ、えー、リハビリアタッキーと言います、えー。今日からこの動画の方を始めさせていただきます、えー、私自身は、えー、作業療法士という、えー、と医療専門職をしておりますが、えー、とその傍らですねあのいろんな形でこう医療情報あのリハビリのことを紹介させていただく講座を担当させていただいてます で今回、えー、新型コロナウイルス感染症 COVID-19 で、えー、といろいろこう世の中今大変なことになってますが、えー、その中で何かこうお手伝いできることがないかなと思いまして今回このような形で動画配信をさせていただきたいと思います、えー、まだまだ至らない点はあるかと思いますが、えー、ぜひこちら、えー、とご覧になっていただければそして参考にしていただければ嬉しく思いますよろしくお願いします えー、ま,まずはですね、あのー、まあ、今回このような、こう、形で始めさせていただくんですが、じゃそもそもリハビリでこ、こう、感染とか呼吸のトラブルというのは見れるのかというところになってくるんですが、その、そちらに関しては、まずこちらをちょっとご覧いただければと思います。えっ、ー、と、リハビリというと、どうしても体を動かす、ね、あの、怪我からこう、治すっていうイメージがあるんですが、えー、実際にはですね、ちょっと違いまして、えっ、ー、と、まあ、 一昔前のリハビリっていうのは実はそういう形だったんですけれども、今はですね、えっ、ー、と、まあ、リハビリというのは自立した生活を支えるというところが、えっ、ー、と、中心になっています。まあ、そのためには、あの、運動ももちろん大事なんですが、それ以外でも、例えば、こう、心の在り方ですとか、教育ですとか、生活や環境というところまで含めた、まあ、総合医療という形でリハビリを捉えさせていただいてます。ここですね。 でやはりあの呼吸感染症を起こすと呼吸の障害を起こすすといいう方が大変多いで,すでそういう呼吸障害を持つ方に、えー、と自立できるように支援させていただくリハビリのことを呼吸リハビリテーションというふうに言うんですがこちらの概念を活用することでいろんなお手伝いができるかなというふうに今考えておりますじゃあそのためにはまずあの呼吸とは何か感染とは何かというのを正しく知るということが 大事になってきますので、そちらのまずはご説明からさせていただきたいと思います。はい。えー、まずその呼吸というのは、まあこれはあの皆さんがよくイメージする通りになるんですが、えっ、ー、と酸素をこう吸って二酸化炭素を吐き出すという作業のことを言います、はい。で、これによってこう体のエネルギーを作り出すことですね。はい、で、えっ、ー、とじゃあ呼吸にトラブルが生じるというのはどういうことかと言いますと、まあ、呼吸に苦しさですとか不快感が現れてきます。 で一般的にこの状態はまあ呼吸困難いわゆる息切れというふうに表現をされることが多いですでこの息切れですね実は結構悩んでる方が多いんです、はい、こちら見ていただけると分かるんですがあの息切れが生じると、まあ、咳き込みであったりあるいは痰が絡んだり鼻詰まりが出たりそれからまあだるさ倦怠感というのが現れてきますこちらあの国民生活基礎調査といって厚労省が 出している資料なんですが、その平成28年度版ですね。こちらを見ていただくとまあ、男性のえっ、ー、と3位が石炭4位が鼻づまり、女性の要因があのだるさ倦怠感ということになってます。あのー、こういう症状で悩んでるのが実は大変多くて、まあ、あのー、まあ、やっぱり1位にはでも腰痛肩こりなんですけどもまあ、このあたりも含めて、今後ちょっといろいろお話しさせていただければ嬉しいなと思います。まずは今日はこちらをお話しさせていただきます。で。 この原因、やはりあの今注目を浴びているウイルスによる感染症というところがあの原因としては挙げられますまあそれ以外にも例えば運動不足ですとかストレスが多すぎるということそれから、まあ、薬の副作用です脳の障害それから大気汚染気候の変化なんていろんなこう理由があるんですけどもまあこういった形で今理由がいろいろ挙げられています、はい、で今度はじゃ呼吸というのはどういう仕組みで起こっているのかそのお話をさせていただきます 呼吸といいうううのは、こういう仕組みになってます。えー、と口鼻からこうスーッと息を吸って、まあ、肺まで届いてそれを出すという作業になるんですがこの口鼻から肺までの空気が流れる道のことを気道というふうにこちらですねいきますでこの気道ちなみに上気道下気道というふうに分かれてます。上気道というのは上の気道と書きますでこの青い部分がそうですねでその下が えー、4つが下気道下の気道とかで下気道というふうに言いますちなみに私たちが風邪と一般的に呼んでいる症状はこの上気道こちらの炎症になりますこれ意外と知られてないんですけどもなのであの風邪もやはり呼吸とは大きな関連がありますでこの気道を構成する器官例えば肺ですとかこういろんな器官があるそれを呼吸器というふうに言います、はい、でじゃこれが何で関連してくるか 息切れが生じると私たちの体の中でそういろいろ、まあ、感染症のウイルスか微生物が入ってきますでこれを外に出そうとする作用があるんですがそれをこう粘膜で私たちはこう取り込んで、えー、とこう出しますこの出すこう粘膜こうこちら免疫を分泌して取るんですけどそれを私たちは一般的に痰と呼んでますで痰を外に出す作用これを咳というふうに呼んでいますで、あのー 本来咳が <laughs>、出て、単がうまく出せればいいんですが、これがやはりうまく出せなくなってしまいます。そうすると、軌道の中がこう狭まってしまいますので、空気の流れが悪くなって、これが息切れの原因というふうになります。それからもう一つは、さっきあの、肺の話をさせていただきたいんですが、えー、肺のこう動きが制限されるということも息切れの大きな原因になります。どういうことかというと、肺というのは、まあの、まあ、 この胸の骨、えーと、胸骨、それから、えー、と背骨、まあいろんなところがこう、から取り囲んでできてます。で、肺自体は実は動きはなくて、肺というのはあの簡単に言ってしまった風船のようなものだと思ってください。肺の周りにいろんなこう筋肉がついてます、はい。胸郭の周りもついてますし、まあ、あの、横隔膜という私たちのところ、あの体のところにもあります。こういうのが動いて肺を動きを出すんですけども、この動きがですね、あの、 姿勢が崩れることで悪くなってしまいますであのこ,こうすると筋肉が弱くなってしまって結局肺の動きが弱くなってしまって、えー、とこれもまた息切れの大きな原因というふうになってきます質が呼吸の質が落ちてしまうということがありますでもう一つ大きな作用があるのが、はい、こちら私たちの脳です、はい、脳というのは、えー、と呼吸と大きな関わりまあ 心のの作用というのも大きな関わりりがありますで私たちの普段の呼吸をこの脳幹と言われる部分この部分でこうエネルギーをこう例えば酸素と副作用あのあ酸素と二酸化炭素がどれぐらいあるのかというこうモニターをしながらあの、ま、呼吸を整えてはいるんですが、ま、このモニターをしている中でですね息切れが生じたりそれから恐怖や不安それからまあいろんなこう負の感情が起きてくるとこう 扁桃体と呼ばれるこの部分ですねここがあの私たちのモニターをしますそうするとその上の大脳皮質から、まあ、もっと呼吸をしなさいというふうにこう指令が出てきますそうすると呼吸数が増えてリズムが乱れて体への負担が増すというふうにこうまさに悪循環に陥ってしまうこれも大きな息切れの原因になってきます、はいで こういうふうにこう気道ですとか呼吸器ですとか脳への悪よ悪悪影響が息切れの大きな原因というふうになるんですけれども、こういうものを引き起こす病気のことを呼吸器疾患というふうに言います。ここからはこの呼吸器疾患の話をさせていただきます。はい、まず代表的なもの三つあるんですが、一つは肺炎です。はい、まあ細菌やウイルスが気道を通じて肺で増殖をして 炎症が生じている症状態というのを指します。あの症状としては、風にすごく似てます。発熱が出て、咳、倦怠感、まあ痰が現れます。まあ、普段の暮らしの中で起こるというものが大半なんですが、あのー、例えば医療機関で発生するこう誤嚥性肺炎というものもありますし、それからむせることで、あ、ごめんなさい。院内感染で医、医療機関で発生する院内感染ですとか、あとむせることで発症する、あの誤嚥性肺炎というものもあります。 で治療としてはまず薬物、抗生物質を使うことが多くて、まあ、あとはあの対症療法、いわゆる酸素をこう吸入したり多分今あの、新型コロナウイルス感染症でいろんなこう報道がされてますのでご覧になった方も多いかと思います、はい、そういう対応させていただきますでリハビリは症状が治まった後、あるいは予防として関わらせていただくということが多いです、はいでこの肺炎 あの65歳以上の高齢者の方ではこの肺炎が原因で亡くなるという方も大変多いです、はい、なので本当に注意が必要ですそれから次は気管支喘息と呼ばれるものです気道内の粘膜の慢性的な炎症が生じてしまって、えー、気管支の内側が狭くなって外部からの刺激にこう過敏に反応してしまう状態ということを指します、はいあのーこれ 発症するのは6歳以下のお子さんが多いんですけれども、まあ、成人であったり高齢者でも発症してしまうということがあります薬あの治療としてはこう薬物気管支拡張剤というものを使うことが多くて気、えー、道刺激を回避するための措置というのが取られます、まああのまあ、そのための生活指導というののをリハビリで行わせていただくことがありますで中でも原因がアレルギーです、まあ、例えば薬物もそうですしいろんな菌もそうですしそれからあの あとハウスダストそれからあの寒冷期温度差というのもこのアレルギーの原因というふうになってきますもう一つです、はい、次は慢性閉塞性肺疾患 COPD と呼ばれるものですこれ有害物質による肺の異常な炎症反応が引き起こされることをいいますで有害物質というのはほぼたばこの煙と思っていただいていいかと思います そうすると軌道が障害されてこう狭まってしまって、いろんな普段の暮らしにも支障が出てきます。はい、ま肺、あ、気腫です。とか、慢性気管支炎なんていう具体的な疾患がつく場合もあります。はい、で、やはりあのタバコを吸ってる方はこのリスクが大変大きいので、あのー、やっぱり60歳以上の男性の方がすごく多いです。 であの徐々にこう息切れが進行してしまって、まあ、歩行ですとか会話ですとかそれから段のこの服を着たりするそういったちょっとした動作で息切れが生じてしまいますいやあの治療としてはやはり禁煙ということが大事になってくるんですがその後薬物療法を用いてあのそのための生活指導なんかをリハビリで行わせていただくということが結構ありますで今日はあのまず息切れですとか呼吸器疾患というところのお話をさせていただきました えーとこういうものにですね理解を深めてこう暮らしを安全に楽にするということがすごく大事な要素となってきます、まあ、そのためのお手伝いをですねリハビリ私は作業療法というものを行っているんですがその作業療法の方でも少しお手伝いをさせていただければなと思いますで、えーと、今日はあの動画としてはここまでにさせていただくんですが次回以降できれば全3回ぐらいでですね、えーとまあ どういったことがこう支援法として挙げられるかということをお話をさせていただきたいと思います。えー、よろしかったらぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。ではどうもありがとうございました。失礼します。